はい、これからインタビューに向かいます。映像技術部仮社員のあがりんごです。どうも。ここは新宿のネイキッドロフトに来ています。現在外の方にもう行列ができているので、ちょっとインタビューをしてみたいなと思います。じゃあどうも、サミナが並んでくれてる方ありがとうございます。どうも。じゃあすいません、今日はどちらからいらっしゃいましたか。はい、今日は東京都の江東区から来ました。あ、江東区。何かじゃあ江東区関連で面白いネタを一つ。江東区関連で面白いネタありがとうございました。どうも。できねえ。どうもサミナカ、ありがとうございます。今日はどちらからいらっしゃいましたか。川崎から来ました。あ、川崎から。じゃあ川崎で面白いネタを一つ。桑谷夏子は何。ありがとうございました。どうもサミナカ、ありがとうございます。はい、じゃあ桑谷夏子とかけて何と解きますか。桑谷夏子とかけて、考えとけ。何だろう。ありがとうございました。今日はサミナカ、ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあ、なんか今日のイベントを見る上での心構えを皆さんに。まず限界を超えることが可能だと思います。あ、なるほど、はい、いいですね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。では一番後ろの方にインタビューしてみたいと思います。どうも今日は寒い中ありがとうございます。どうもこんばんは。今日結構もう行列があってますが、この行列を見て最初どう思いましたか。ボケどころです。3、2、1。鍋食いたい。切実だ、切実だ。ありがとうございます。すみません、もう少々お待ちください。えいき静かに。調子乗りすぎました。ごめんなさい。最後ありがとうございます。もう少々お待ちください。皆さんこんばんは。こんばんは。本日は映像技術部上映会映技スクランブルへご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日ご来場いただきましたお兄ちゃんたちには守っていただきたいお約束がございます。上映中のご飲食、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話などを利用した撮影、録音、たたい盛りなど大歓迎ですんでよろしくお願いしますね。ただし出演者たちは大変脆い生き物ですんで物を投げたりとかはしないでください。はい、脆いで大変脆いんです。ところで今日集まっていただいたお兄ちゃんたちは英語の合言葉をご存知でしょうか。知らないお兄ちゃんばっかりですか。では私が軽く説明をしますね。私がお兄ちゃんと皆さんに向かって叫びます。そしたら皆さんは大好きと大好きと私の方に返してください。わかりましたか。いきますよ。お兄ちゃん大好き。はい、心のこもった大好きで私も胸がいっぱいです。では、上映会の方まもなくスタートします。ではお相手は東堂さくらでした。失礼します。
動は好き。でおなじみの藤です。どうぞよろしく。今日こそ会場いっぱいのお客さん、すいません、ビールビールください。決まったらコーラください。みんなさ、ふざけすぎじゃないの。あ、僕もコーラください。コミケ疲れは抜けましたでしょうか。抜けません。全然。正月実家に帰って堕落した生活を送ったか。送った。今の秋葉は居心地悪いか。悪いか。そんな女々しい野郎どもに向けてネイキッドロフトにてお送りする映像技術部初の上映会、上映会エイギスクラブ。じゃあ皆さん、飲み物をどうぞ。やっぱりやった。じゃあ乾杯。プロローグオブエギセイントシスポリより抜粋。いつものオープニングですよ。今週のオンエアバトルどうしようかな。サムライチャンプルの、ゲストパピヨンさんです。パピヨンさん、あれ返事した。あのアシュラマンザキさん。いや、とどろきじゃねえの。次、宇宙人を歌うためのいいアイテムがあるんで。アイテム、アイテム。あ、アイテム出てきた。改めて自己紹介どうぞ。どうも、パピヨンマスクです。あ、普通だ。パピヨンのスペシャルムービーですよ、これ。未公開映像です。このイラストとかを描いている英語が誇るイラストレーター、未だに作品中で顔を晒したことがない、ない、シャイなアンチキショー26を呼んでみたいと思います。呼んで、え、呼んだよ今。26、26、なぜ来ないかって言うと、俺が26なんです。ロロロロロロ、お前、お前何を言ってんだ。俺が26じゃないか。ちょ、君ら、ちょ、客席で待ってって言ったもんね。僕26ですよ、そんな。何を言ってるんだ。もう私が26ですよ。ちょっと、ケンちゃんは黙ってて。ちゃん、君は、まあ落ち着けよ、ケンタロウ。26が4人、これはラジが明るいな。それはもう、古の決着法、暫定26で、真の26を決めるしかない。知っているのか、来人。はい、というわけで、やってきました、大人気のこのコーナー、暫定26選手権。は我こそは26と言い張って聞かない若者たちが、自分がどれだけ26
26かを、競うもので、普通なら1週勝ち抜きで暫定26、3週勝ち抜きで26本人になれるという。今回はここ1回勝ち抜くだけで本物の26になれてしまうという大変画期的なコーナーですね。それでは第一の26さんから自己紹介どうぞ。東京都台東区から来ました26こと松田ゆうきです。26ことあがりもです。どうも。順番目の26さんどうぞ。兵庫県加古川市に住んでいます26こと26です。最後5番目の26さんどうぞ。僕はシンさんに勝ってクリスマスボールに行きたいんだ。このチームで。ちょっと待ってちょっと待って。はいはい、アイシールド。はい。26こと藤です。26が5人もいる。これもう誰だか分かんなくなっちゃった。こんなところに運よく26チェック問題が。正解は複数あるかもしれないんで、みんなこうガンガンこうホワイトボードに書いて、あ、そう、答え書く、書いて、書いて、で、挙手してください。ロロロロロロロ、落ち着けよう、落ち着けよう、クロー。そっくり。そっくりそっくりって、あいつ偽物呼ばわり。じゃあ早速第一問。現在京都の美大に通っている26さんですが、その学校の名前は何でしょう。どうぞ。分かった人からガンガン手挙げてください。はい。じゃあ、26こと富士山。よろしくお願いします。次書きずれ。あえよ、それを先やんなよ。さあ、誰だ、次、はい、次上がるの誰だ、はい、来た、はい、来た、ゆきさん、ゆきさん、ゆきさん、新洋学園校長が藤岡弘。はい、パピオンマスクこと26さん。私立きらめき高校男性にさ。あれ、マイメロちゃん。すごーすごい。きらめき高校だったか。きらめき高校声優か。声優かだったんだ。おかしいな、はい、おかしいな。あ、赤インコこと26さん。アッテムト。アッテムトは観光の街。エスタークだ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 。他にいないか、他にいないか、他にいないか、あ、来たよ、26こと26さん。大引き高校。え、マスコットは何それ。タコです。あー、タコか。あー、じゃ次の問題。あほう、次の問題、第2問。26さんが演技関連で一番最初に書いたキャラクターの名前は何でしょう。キャラクターそのものを書いてくれてもいいです。難しい。絶対あらかじめ練習したいな。さあ次、はい、はい、じゃあパピオンさん、パピオンさんこと26さん。おののいます。あー、来たー。夢の扉を開きそうなのか。何やってんだよマイメロ。固有名詞出しちゃった。はい、はい、あ、来た、はい、ゆきこと26さん。キャラクターだ。小林亜生。まるはのちくわ。ありがとうございます。三大作詞家の一人を書いちゃった小林亜生。はい、あ、26こと26さん、来た。どうでしょう。精霊をギガゾンビ。え、な、横にいるのは誰それ。ドラミちゃんだろうね。はい。ああ、まあドラミちゃんだな。はい、次の問題から。次の問題。その右ストレートは世界を取れると言われる26さんのフィニッシュブローの名前は。そんな感じの藤本26さん。52の関節だ。関節技なの。右ストレートなのに、しかもキャプチュードっていう投げ技です。投げ。はい、うわ、次、あ、リンゴこと26さん。来てね。パンチ。
パンチでしょ。右ストレートを振ってね。でね、はい、パピオこと26さん。226事件。え、じゃあ226事件って何があった日？俺が人間を辞めた日。あれ？他誰か、他誰か、あ、来た。26こと26さん。どうぞ。ゴムゴムの。関係やばい、関係やばい。ゴムゴムの何？サンダル。ゴムサンダルって普通。じゃ次の問題、26さんのお袋の味といえばどんな料理。いやー、どんな料理だったかな。これはもう26さん本人ならもうお母さんの手料理、お袋の味。はい、はい、来た。上がりのこと26さん。アポロ。アポロだ。上がイチゴ味で下がチョコ味だ。はい、アポロだ。アポロ13。あんなかぶせた。かぶせたよ。ちょっとこのパピオンこと26さん、誰か止めて。間違えた、はい、アポロ13。え、分数しかも約分すんの。約分すんの2人とも。こいつだってやりづれ。藤本美次郎さん、クロコダイン食べんの。10王。しかもステーキです。クロコダインステーキ。お袋の味です。はい、はい、はい、ゆうこと美次郎さん、人肌地獄。どんな地獄？甲賀万事谷州の。ごめんなさい。ちょっと深刻出ました。はいはいはい、パピオンこと26さん、ゴムゴムのみ。あの、なんかゴムっぽいだけ。さあ、ほかにないかな。きた、26こと26さん、スーパーカップ。スーパーカップ何味？醤油味。醤油味？茶番はそこまでだ。お付き合いありがとうございました。いいよ。ということでね、あの、このイベントのためにコミケの前から営業に来て、ずっとお正月も年末も家で過ごすことなく営業で過ごした26です。兵庫県加古川市に住んでいる26です。いろいろ吹っ切れてきませんね。吹っ切れるようにやっていきますんで、お願いします。営業のもう一人の絵描き、赤リンゴこと赤リンゴです。ありがとうございます。いやー、こう26さんのバタモンとしていろいろ活動してるわけなんですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。あとさ、あと一人誰だっけ。バスでした。いやいや、ウェンドだから、あの、こいつらにホワイトボード持たせちゃいけねえんだよ。いることをまあとりあえずよしとしよう。パワー、パワー、パワー、パワー人気だな、おい。パワー。これだ、みんなパピオンマスクよく見ると分かるけど壊れてんだよ。壊れてんだよ。で、ここでもう一人んゲスト追加、ゼブラです。19号いけんげに俺も召喚でもヘーベルハウス。というわけで改めて、はい、どうもでーす。こんばんは。金の力で虫キングになったゼブラです。こんにちは。超楽しかったですね。はい、ですね、今日はですね、見た今見た映像の中でも最も輝いていたHG さんが来てます。
レイザーラムやってました、アマルガムみたいです。あのもうずっと後ろパトカー次来るんですよ。白黒の車が。で最後あのねカメラのゆうき君も来た来たっつって逃げていくじゃないですか。僕一人取り残されてるじゃないですか。僕逆向いてたから何か分からなかったんですよ。もうビアでバーってみんな逃げてきて本気逃げしてって振り返ったら僕まだ白黒見て。真後ろ。で俺缶をねそのまま飲むふりしながら。なんていうもうほんまにスリルをあの溢れるね。もうそいつにホワイトボード持たせるな。テックジャイアンに捕捉された。ちょっと今藤君がその時に実際使われた缶を持ってきてるの。ボコボコです。ヘイト缶と本気で蹴ってます。トゥーハート2缶ですよ。べっこべこ。セーバーの下あたりに蹴ったのが僕の第一弾です。だってあの一撃でさ、あの俺の足呪われてるからね。本当にさ、あの蹴ったとこのミートした場所でもう取ったと思ったんですよ。缶を完全に救ったと思った、うん、ちゃんとインサイド の足の親指の付け根のところで蹴り上げた、カーンとカーブまで行ったぞぐらいの感じで捉えたら、1週間ぐらいそこ痛いんですよ。でもそこなってんじゃねえか。の呪いが。あと出しますか、あのこの上映会のためにもう一本出しちゃってくださいよ。おお、出しちゃってくださいよ。作ってきた、エギスクランブル缶。おお、いや作ってきた回ありましたね。イベントもう終わりなわけですけども。終わりましたね。どうですか。やだ。やだ。ありがとうございます。まあ、時間の方もちょっといっぱいになってきたんで、これで今回のエギスクランブルはこれで終わりになりますけれども、また特売会イベントなんかで、お会いすることもあると思いますんで、その時にまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう会えなくなっちゃうみたいでしょ。それで、そこでね、今からゆうきが大きな声でお兄ちゃんって言いますから、みんなは大きな声で大好きって言ってお別れしましょうね。それじゃあいきますよ。お兄ちゃん大好き。映像は特殊な訓練を積んだオタクが安全を確保した上で撮影しておりますので、一般の訓練を積んでないオタクの方々、絶対に真似しないでください。あの命の保証ができません。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。外が寒いんで皆さん気をつけて帰ってくださいね。大好き、愛してる、アイラブユー。お疲れ様。本日はとっても楽しかったです。マイクスプリクロニクロの方が欲しい方いました。エギ愛してます。エギ最高、最高、最高です。エギ最高です。エギ最高。この冬最高でした。エギ最高でした。エギーズハイの記事聞きました。あ、お疲れ様でした。面白かったです。すいません、最後終わってきました。スプリングマン。ガーレットリードル。全6年も人間をやめるとジョジョ。危ねえ。追い詰めないで、追い詰めないで。以上26でした。キキ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 キ
なのを心の中で煽りながらも肩が勝てちゃいました。サインスピオンマスク2代目です。サインが英気が次の上映会を開くためには小さなメダルが45倍必要です。もしかしたら、ま、マイクテレビテレビお兄さん芸能人、うん、テレビテレビ撮影かさ、あとここいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。